じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、発掘あるある選手、第7弾です。あるなぁ、いるなぁ。いつの間にか第7弾にはなりましたけれども、はい、ここで取り上げる選手、例えばソフトバンクの前田、はい、上に上がったりとか、上がったよね、ねえ、はい、ありましたし、ここでなんかピックアップする選手たち、まあ、みんな上がったんじゃない。カープの佐藤選手も1回上がってますもんね。上がったな、ヒット打った今井だよな。あの前田のもう一人 の前田の方、ドライツの方は投げるかもしれないという。まあ、投げるんだよな。投げる、うん、お、これ楽しみですけれども、余裕があるからソフトバンクあと西武 のガルシア、育成だったガルシアも取り上げたところ、最初良かったけどちょっとボロ出てきたな。そうですね、でも無事支配下にはなりましたので、確かにな、良かった、ほっとしているわけですけれども、今日は第7弾、はい、阪神ファンの皆さんお待たせしました、キャッチャーです、中川ね。そうです、中川隼人選手、20歳です、はいはい、京都国際高校出身、はい、3年目、今現在ファームで102打数、31安打という3割4厘、はい、でホームランも3本出ています、うん、でキャッチャーで小柄なんですよね、172センチ、はいはい、小力あるわ、小力がある選手、今大注目で、あのファンの方は大注目なの、大注目、いやこっちが注目してるだけじゃない、周りも騒いでるの、同時にか、本当か上げてほしいと。あ、そう、多分この動画でもピックアップしてほしい、上げてほしいし、うん、一軍にも上げてほしいと。バッティングは広角に打てるしな、はい、小力あるし、はい、ホームランも見たけど、うん、腰が座ったホームラン打つな、オリックス戦ですかね、だったかな、はい、うんうん、広いバンテリンでも放り込んでるしさ、はい、いや力あるよ、やっぱそうですよね、力あるけども、岡田監督が嫌いなんじゃないかなと思って、打ち方が、バットの出し方っていうか、はい、阪神ファンだったら想像できると思うけど、うんうん、野口のバットの軌道っていうのが一番岡田監督っていうのは好きだから。あ、そうなんですね、うん、そう、この前話したからね、はい、野口はいいぞって、うちで一番いいバットの出方してるいや言ってたから、分かりやすいでしょどちらかというと森下タイプだよ、中川選手は。そうそうそういやだけどやっぱ打てるからそうですよね、打てるから可能性はなくはないけど、やっぱいいものはあるね、この時のオリックス、これ15日の鳴尾浜でのウェスタンリーグだったんですけれども、うん、6回ワンアウト2塁で代打で登場してきてホームラン打ったと。で、和田二軍監督がこれはもう中川の大仕事と称賛、代打でもいけるなっていうのを見せてくれた、きっと上野コーチ陣も見てくれていると思うので中川にとってもいい一発だったと思うよと。力はあるバッターなんでね、追い込まれると逆方向にも打てる。いや、そうなんだよ、うん、で打つことに関しては非常にいいものを持っている、はい、ポジション柄キャッチャーっていうところで守備をもっともっと磨いて打てるキャッチャーとして認められたらいいねと。まあ、そうだな、はい、話していました。いや打つ方は本当に俺は好きなバットの軌道を持っていて、はい、腰の座りがいい、うん、あ、いいバッティングするなって思うよ。うん、だからバッティングだったらなんか本当に一軍にね、はい、上げてもいいなっていうふうに思うけども、うん、やっぱキャッチャーというポジションで守らなきゃいけないっていうことになってくると、うん、ちょっとスローイングに難があるな、ばらつきがある、コントロールが悪い、それとやっぱしっかり届かないという、やっぱそういうのはもう安定的にピシャッピシャッピシャッといっとかないと、うん、やっぱ印象的には良くないよ、うん、そうですよね、そうだからこれが力本当に入れた時にどのぐらいの肩を見せてくれるのかっていうのはちょっとまだ分からないけども、はい、やっぱこう投球練習終わってセカンドスローっていうのはさ、やっぱこれもやっぱ相手も見ていることだし、やっぱ自分も見てるわけだから、はい、そこら辺はピシャッといっとかないとさ、コントロールよく、うん、何のプレッシャーもない時に投げてるわけでしょ、はい、そこですらばらつきがあるっていうことがやっぱり首脳陣の印象は悪いし、そうです、まあ、岡田監督に認められようと思ったんだったら、うん、最低やっぱそこはピシッといかなきゃいけないし、うん、ここに投げなきゃいけない、こっちに投げてるケースも多いんだよ、引っかかるケースが、あー、これはアウトだから、あ、もうそれはダメってことだ、もう絶対ダメだから、だ、ここでアウト取ろうなんて思えない、逆にこっちだったらまだ、ね、チャンスはあるけども、はい、やっぱそういうところをちょっと考え方をしっかりして、うん、1球1球スローをしっかりやらないと上に呼ばれないっていうことになるな、うん、そうですよね、うん、もちろんファンの方はこれだけ打ってるので、どうせだったら今坂本選手下がってるので上に上げてほしいっていう気持ちももちろんファンの方は分かるんですけれども、刺すという意味で、送球という意味で
っていうことですよね。いやだから彼にとって、うん、そのバッティングはねものすごい非凡なものがあるし、うん、魅力を感じる、うん、だけどもし使った時に相手だって見てるよ、うん、そしたらそこついてくるよ、そしたら大恥かくことになるから、どんどん走られちゃう、ね、そうそうそう、だからいいものがあるだけに、うん、そこの考え方、はい、あそこには絶対こうそれて投げないとか、うん、どちらかというとこっちだこっちだこっちだっていうような意識を持っておけば、うん、そこに集まるようになってくるし、はい、やっぱ最低でもピシャッといっとかないと相手から舐められる、うん、それがやっぱりだから二軍監督がおっしゃってるやっぱり守備をもっともっと磨いてっていうことですよね、うん、まあまあそうだね、だからまあリードという面に関して言えば、うん、それはもうデータがあるだろうし、はい、ある程度のデータ、うん、それを組み立てる能力があれば、うん、これを記憶して、うん、ゲームに入ればいいだけの話だけども、はい、盗塁させないとさ、うん、どうしてもそういう組み立てた配球ができなくなって自分弱りで外のまっすぐを要求したりだとかして、はい、それを痛打されるとか、うん、そうなってくるともう使えないキャッチャーになってくるからね、キャッチャーとしたら、はい、うん、だけどバッティングは使えるからじゃあコンバートってなるかもわからないし、うんうんうん、キャッチャーで生きていくんだったら、はい、やっぱそこら辺をしっかりした方がいい、そうですよね、うん、で今ね阪神にはもちろん梅野選手がいて、はい、まあ、下には落ちてますけど坂本選手がいて、はい、またあと境田選手長坂選手がいる、そこにやっぱ割って入っていかなきゃ、それはバッティングが魅力があるよ、うん、一番今魅力のあるキャッチャーですかね、バッティングとすれば、はい、それはやっぱりねキャリアがあれだから、うん、それは梅ちゃんとか坂本に勝とうと思っても、うん、なかなかまだまだ抜けないけど、うん、まあだけど将来的に言えばものすごい魅力がある、これ打てるキャッチャーっていうのがもちろんもちろん、ね、阪神にもちろんもちろん、だからコースに対しての得て増えてっていうところはあるかもわからないけども、うん、でも映像だけで見てるとある程度こなすもんね、どこのコースでも、うん、うん、だからまあ大したもんだなと思う、そうですね、うん、あと守備力だけ上げるならば例えば藤田選手だったりとか、うん、今キャッチャーというポジションっていうのはさ、うん、ある程度打ってなんぼのポジションになってきてるから、例えば DeNA だと山本優で松尾をどうするかとか ね、まあ、打てるキャッチャー2人いるっていうような、うんうん、そんな感じになってきてるし、うん、いやだから打たないと使いにくい時代にはなってきてるんですね、だからジャイアンツだって岸田とか そうですよね、やっぱ使ってみるといいバッティングしてるからね、うん、あとはそのセカンドまでさせる、ね、ノーバンで例えば座ったままでとかそういう肩の強さっていうのももちろん重要な、まあ、必要だよ、まあ、ただね取ってからの速さだな、ボールのスピードっていうこともあるけどもやっぱ正確性だよ、これでもこれはね、うん、意識でも変わる、あ意識と練習で変わる、うん、で彼 そのバッティングのセンス、うん、腰の座りを見てると下半身の強さっていうのを感じるから、はい、コツを覚えれば、うん、多分いけると思う、うんうん、だからあとは考え方だな、そうですよね、まあ、昨シーズンは1軍に昇格あったんですけれども、まあ、試合に出ることはなくてブルペンで、まあ、あの1軍の投手たちの球を、うん、あの初めて受けたということでそこでまあ勉強一つできているのかなと思うんですけれども、どうですか今シーズン、まあ、残り少ないですけどワンチャンチャンスあったら上げてくるのか、それともまた来年なのか、これは起爆剤と必要として必要なのか、うんうん、いや、 やっぱりこう実を取って坂本をもう一度戻すって思うのか、うん、いやここで起爆剤使って中川を上げようみたいになるのか、それはもうわからないよ、うん、まあ、わからないけども、でも将来的にはもう必ず出てこなきゃいけない選手だよ、そうですよね、うん、いや楽しみですね、阪神にこういったこう阪神多いよ、いい選手、いい選手、そうですよね、うん、若手の中でまだまだちょっとしたことの積み重ねだから、うん、まあ投球練習がある、はいセカンドって言ってもファームの時は、はい、もう取ってから実戦のように取ってから早く投げて正確に活かすようなことを1試合やるだけでも9回できるわけよ、あそうですよね、うん、この9回の積み重ねがずっと いい球がいってたって言ったらこれが本当になるから、うんうん、今ははいセカンドって言って取って少しゆっくりめに投げてみたいな、少し軽く投げてみたいな、うん、そんな感じだから、まあ、そこも練習の一環としてバーンと一生懸命やっとくと、うん、それだけでも違ってくるからさ、一軍に近づきますよね、そうそうそう、だからそれをやっぱこう意識するだけで変わる、そうですよね、うん、まあ、今回はこの中川選手取り上げましたけれども、まあ、皆さんの中でまだまだこんなねいい選手下にいますよという選手いたら、あんた喉が限界だよねもう早く締めようとしてるよねもう目が涙目だもんすいません、こういう状態なので中川君頑張って